パイナップルの果実パイナップルは、熱帯アメリカ原産のパイナップル科の多年層。単に、パインと略して呼ばれることもあるほか、漢名は、ラ、または、大鳥なしである。中国や香港では、ラ、台湾では、大鳥りと表記する。また、植物名として、アナナスと呼ぶこともあり、果実や果食部のみパイナップルと呼んで区別することもある。 パイナップルという名前は、本来は、松の果実、すなわち、松笠を指した。これが18世紀頃に、似た外見を持つ本州の果実に転用され今に至る。なお、沖縄県や奄美群島の海岸付近にも自生する、アダンは似た外観の果実が木からぶら下がるようになるが、果肉はスカスカで渋みがあり、種の一種しか食用にはならない。葉は、地下茎から創生して、 健常で硬く、縁に棘のある品種とない品種がある。増殖させるときの苗は、葉の付け根の液芽が発達した9名を用いる。苗を植えて12から18ヶ月すると、株の中心部から下水が現れる。60センチメートルから長いものでは100センチメートルに、至る花軸が伸び、先端部分に、円筒形の果樹が厚き、約150個の花が咲く。果樹に、 螺旋状に密生する花は長く、花びらとも3枚で、単子葉植物の典型的な姿である。花びらは肉質であり、色は白を基調とし、先端部分が薄紫色を帯びる。開花後、十分の有無によらず、約6ヶ月で結実する。結実後、脂肪に由来する芯の果実と個々の花の基部にある、花卓、さらに果樹の軸までが融合して肥大化し、いわゆる、 パイナップルとなる。果樹の先端の成長点は開花後も成長を続けて、葉をつけたカンガになり、これを挿し木しても繁殖できるが、9名を用いるよりも開花までの時間がかかるため、経済栽培における繁殖用には用いられていない。フルーツなどの農産物を取り扱うドールフードカンパニーでは、2009年から収穫時に切り取ったカンガを新しい苗に再利用したパイナップルを エコパインの名称で販売している。パイナップル畑パイナップルの花パイナップルは多年草であり、実を収穫後、根茎から再び芽を出し、これが成長すると先端部に結実する。しかしながら、収穫ごとに実が小さくなっていくため、株を3年以上用いることは少ない。パイナップルの果実と言われる、食用部分は新調した果女の軸の周りに配列した。 小果実の付け根の部分が軸もろとも融合肥大し、多量の汁を含むようになったもので、真の果実は表面へ、螺旋状に並んだ、硬化して食べられないイボ状の部分から、果肉の表層までの部分である。多くの市販品を生産している農園では、遺伝的に同一個体のクローンである、同一品種ばかりを植えるので、自家不和合成によって受精がほとんど起こらず、果実内に種子ができていない。 しかし、市販品でも時々他の農地の他品種の花粉が、鉢などによって運ばれるなどの原因で受精が起きていることもあり、皮として剥いた部分と食用になる果肉の境界部分に、褐色のゴマ粒のような種子が少数見られることがある。もちろんこれを土に撒けば発芽するが、開花して果実をつけるに至るまで何年もかかる。CM 型光合成を行うパイナップル科の 植物の多くと同様に、パイナップルも、あまり土壌には依存しておらず、熱帯の痩せた酸性土壌や乾燥した環境でよく育ち、降った雨水を葉の付け根に集めて葉面から吸収する。そのため、葉面散布肥料が効果的である。原産地は、ブラジル、パラナ川とパラグアイ川の流域地方であり、この地で、トゥピーコ族のグアラニーコを用いる先住民により、 果物として栽培化されたものである。15世紀末、ヨーロッパ人が新大陸へ到達した時は、すでに新世界の各地に電波、栽培されていた。クリストファー・コロンブスの第二次探検隊が1493年11月4日、西インド諸島のグアドループ島で発見してからは、急速に他の大陸に伝わった。1513年には早くもスペインにもたらされ、 ついで当時発見されたインド航路に乗り、たちまち、アフリカ、アジアの熱帯地方へ伝わった。当時海外の不況に力を注いでいたイエズス会の修道士たちは、この新しい果物を、時のインド皇帝アクバルへの貢ぎ物として送ったと伝えられる。ついで、フィリピンには1558年、ジャワでは1599年に伝わり広く普及して行った。 そして1605年にはマカオに伝わり、復権を経て1650年頃台湾に導入された。日本には1830年東京の小笠原諸島、父島に初めて植えられたが、1845年にオランダ船が長崎へもたらした記録もある。2021年、台湾産パイナップルの中国大陸への禁輸措置に対しフリーダムパイナップル運動が起きた。 市場に出回るパイナップル植え付け後15から18ヶ月で収穫が始まる。自然化の主収穫期は、例えば沖縄では7の9月と11翌年2月である。1年を通した生産面の労働力の分配や缶詰工場の平準化を図り、植物ホルモンであるエチレンやアセチレン、エスレルを植物成長調整剤として利用し、計画的に化学形成を促して、 収穫調節を施している。栽培適地は年平均気温摂氏20度以上で、年光水量1300ミ、mm、リメートル内外の熱帯の、平地から海抜800メートルくらいまでの排水の良い、肥沃な差出土壌である。世界生産量の約5割がアジア州で、残りの5割はアフリカ州、北アメリカ州、南アメリカ州の間でほぼ均等に分かれている。パイナップルが、 盛んに生産されるようになったのは、缶詰の製造が行われるようになった19世紀末から20世紀初頭である。2002年時点の FF、1985年時点に比べて60%以上拡大している。主要生産国は、タイ、フィリピン、ブラジル、中国、インド、コスタリカ、ナイジェリア、ケニア、メキシコ、インドネシアである。 1985年の世界総生産は923万トンで、主産地はタイ、フィリピン、ブラジル、インド、アメリカ、ベトナムなどである。1985年から2002年までのシェアの推移をたどると、米国のシェアが6%から2%までじりじり下がっていることが特徴である。すでに米国は上位10カ国に含まれていない。日本では、 沖縄本島北部の東村、入表島、石垣島が主産地で2002年時点では1万トンである。日本で流通しているパイナップルの大半はフィリピンからの輸入物である。2014年における国別の生産量は以下の通りである。スライスしたパイナップルパイナップルの果実は方向があり、多重で爽やかな酸味と甘みに富み、 生果肉 100g 中全糖分として10%、クエン酸やリンゴ酸など酸度よ0.8から1.2%、カルシウム 13mg、カリウム 109mg を含み、ビタミン C を 48mg のほかビタミン B も含んでいる。果汁中には、タンパク質分解酵素ブロメラインを含み、肉類の消化を助ける。ブロメラインは、 タンパク質の一種であるゼラチンを分解してしまうため、生の状態のパイナップルを入れたゼラチンのゼリーは作ることができない。一方、海藻から作られる寒天は、タンパク質ではなく、食物繊維と多糖類でできているため、分解されることなくゼリーを作ることが可能である。未熟な果実にわた量の酸のほか、中周酸カルシウムの針状結晶などを含むため、食べすぎると口内は、あれ さらに先日のブロメラインの酵素作用によって組織のタンパク質が分解され出血にまで至ることがある。熟した果肉の皮を剥いて生殖に用いることが多い。パイナップルを切り分けて調理する際には包丁やナイフが用いられるがパインピーラーやパインスライサーといった専用の道具が用いられることもある。パイナップルカッターも参照されたい。果肉を用いる料理としては ントン料理の酢豚が著名である。他に、縦半分にカットして、果肉をくり抜き、チャーハンを詰めた料理に加工されることがある。未加熱の実に含まれる酵素、ブロメラインの働きにより、肉類と一緒に摂ると、肉を入れ消化しやすくなる。また、生肉と一緒にしておくと多少肉を柔らかくする効果もある。ただしブロメラインは、摂氏60度以上で活性を失うため、 肉と一緒に高温で加熱調理する場合は肉を柔らかくする効果は得られない。肉と共に漬け置く場合は多少の効果は得られるものの青く未成熟のパイナップルやその果汁に限るなど条件が厳しい。そのためパイナップルは料理に関しては彩りや味のアクセントなどの息を出ない。パイナップルの缶詰は封入後に加熱殺菌処理。 されているため肉を柔らかくする効果はない。採取後は、常温保存による追熟はないため、十分に熟したものを採取したものが食べ頃で、以後は痛まないよう早めに食べきる必要がある。なお、生のパイナップルを食べた時の舌への刺激や過重が、皮膚についた時のかゆみの原因も、タンパク質分解酵素のブロメラインによるものである。缶詰は、果樹の軸に当たる芯を抜き、皮を剥いで、 伝統状にしたものを適当な大きさに切り、砂糖シロップを加えて加熱殺菌して作られる。日本にパイン缶が普及し始めた当初は、リンゴの輪切りを用いた偽パイン缶も存在していた。果肉の加工品では、他に油で揚げて水分を飛ばしたパイナップルチップやジャムが製造されている。パインジュースは缶詰製造過程の廃棄部分である果実表皮、果心部、 切片や破損化などを原材料にする場合もあるが、缶詰に向かない低温期の果実は全体をこれに当てる。ジュースは無濃縮と濃縮とがあり、前者はパルプ含有率を3%以下、後者は2%以下とし、最高6分の1まで濃縮され、氷点下摂取30度に保管される。その他発酵させてパインズ、アルコールの原料に、また味噌や納豆の製造に用いる。 クエン酸カルシウムなどの原料にも用いられている。中国関東省では果汁を利用したビール風のアルコール飲料も製造されている。加工時の廃棄物は乾燥させて飼料にする。また熱帯では果実のみならず、歯から繊維を取って利用することがある。この繊維は白色狂人、検視状で長さ 38cm から 90cm、採取率は 通常2から3%に過ぎないが、この繊維で折った布は、手触りが朝に似て、車のように薄く、フィリピンや太平洋のマリアナ諸島では、ピンヤクローズといって、これで礼服を仕立てる習慣がある。繊維を取る目的でパイナップルを栽培するときは、日光を制限して密食し、果実は若い間に取り去ってしまう。生の切っていない果実を保管する場合は、逆さまに立てかけると良い。本来は、 果実の株に甘みが多いが逆さまにすることで甘みが果実全体に均等になるためである。平成20年度税制改正において法人税等の減価償却資産の対応年数等に関する省令が改正され別表第4生物の対応年数表によれば平成20年4月1日を開始する事業年度にかかるパイナップルの法定対応年数は3年と なった。ありがとうございます。